フアンルナイ、ノビシオはフィリピンの画家、フィリピン独立革命期の政治運動家。フアンはフィリピン北部の北イロコス州バドックで7人兄弟の三男として生まれた。父はドン・ホアキンルナでサンペドロ・イポ・サダスで、母はドナ・ロレアナ・ノビシオイ・アンチェタ。1861年、フアンの家族はマニラへ移動し、弟にアントニオルナがいる。兄にマヌエルルナも画家で、 影響を受けたファンは、アテネオで、マニラ大学に入学し、文学志望を取得した。フィリピン商船学校にも、学籍を置いた。絵画を、マニラのエルミタに住むロレンソ・グエレロや、マニラの芸術学校では、スペイン人がカーグスチン・サエースに学んだ。1877年、マヌエルとファンは、ヨーロッパへ留学し、マヌエルは、音楽、ファンは王立産フェルナンド美術アカデミーで、 アレホベラに絵画を学んだ。1881年のマドリッドの国民芸術展覧会に発表したクレオパトラの死が銀賞を受賞し、奨学金を取得した。1883年には基礎自治体ムニシピオ委員会から絵の発注を受け、1884年5月のマドリッド国民芸術展覧会にスポリアリアムを発表し、金賞を受賞した。 スペイン王とも友好関係を持つようになり、スペイン上院議会からの発注で、ラバタージャでレイパントを描いた。パリのスタジオのファン1885年、ファンはパリに移り、フィリピンボホール島のダトシカツナの伝統的儀式決の名役とフィリピンを征服したミゲル・ロペス・デ・レガスピオを題材にしたエル・パクト・デ・ソングレイを作成した。1886年、 友人の姉妹マリアと結婚したが、1892年に妻を不倫の角で殺害し、逮捕された。翌1893年、精神錯乱の上場釈料によって釈放された。1894年、フィリピンに帰国し、1896年に日本へ旅行した。日本から帰国した1896年9月16日、弟で、 独立運動家キプナンの運動家のアントニオルナがスペイン当局に逮捕された。1898年、クアンはフィリピン革命政府執行委員会パリ代表に任命され、フィリピン第一共和国の外交に従事し、翌1899年12月、米西戦争のパリ条約に調印した。その後フィリピンに帰国すると、アントニオルナが6月に殺害されたことを知った。 その後、香港に移り、1899年12月7日に、心臓麻痺で死亡した。遺体は、香港で埋葬された。1892年の遺作パープラ色ワは、1904年のセントルイス万国博覧会で賞賛された。ありがとうございます。